田舎で日本好きフランス人とイギリス人と日本嫌いなアメリカ人の青年3人組が日本旅行中に出会った日本人一家との交流。こちらは後編になります。前編は説明欄の URL からご視聴いただけます。軽トラで日本旅行中の外国人3人組、畑仕事をしている日本人のお手伝いをしたお礼に、お昼ご飯をご馳走になったその後の話です。い、この紙綺麗だけど何に使うの？俺、ああ、折り紙だね。とりあえず何か折ってみようと思ったのだが、彼らに兜とカツル折っても理解できるのかな？と不安が。まあいいや、と俺が得意な手裏剣を作ってやると、フランスが壊れた。手裏剣。パニックを起こし、HG のようになるフランス。しまいには俺を指さし、ナルト。いや俺ナルトじゃねえし。超興奮しながら二人にまくし立てるフランス。おそらくあのジャパニーズ紙切れで武器作りやがったみたいなことを言ってたのだろう。やっぱりナルトが好きなのか、印を結ぶような動きをしだすが意味はわからない。貸して投げたい投げたい。ごつい体して子供のようなフランス。一応投げ方もレクチャーしてやると超ご満悦でブンブン投げまくる。俺も作り方教えて。俺もなんか知らんが食いつく二人。やっぱり忍者って人気なのかと思いながらレクチャー。イギリスはすげえ手先が器用で俺より形のいい手裏剣作りよった。対して手がでかい上に不器用なアメリカちゃん。まあ折り紙が小さいってのもあるが、どうにもこうにもうまく折れない様子。一つ折ってはあシット、二つ折ってはあファック、最終的にあファックと叫んで折り紙重ねて引きちぎりよった。お前は花山薫か。キャッキャウフフと手裏剣で遊ぶ二人を横にすっかり拗ねてしまうアメリカ。お前は異国の地で何をしてるんだ。そんな子供の遊び興味ないね。超羨ましそうに二人を見るアメリカ。仕方ないのでアメリカちゃんにも作れそうな折り紙を教えることにする。新聞紙を用意して紙鉄砲を作る俺。興味津々のアメリカ。出来上がった紙鉄砲を見てもいまいちよくわからない様子。俺、まあとりあえず作ってみよう。これなら紙もでかいし作りやすい。何より大雑把なアメリカちゃんにはちょうどいいだろう。投げ方ってあの手のひらで挟んでシュッと滑らすやつか。おかんとばあちゃんはそれ見てたの？外人さんは陽気だねっつって笑ってた。一通り教えるとちゃんと作れたアメリカ。何に使うのかは分かってなかったが、とりあえずあ、グッド、よくやったというように、なぜか上から目線でスマイルのアメリカ。そして紙鉄砲の使い方を教えると言っても思いっきり振りかぶって振り下ろすだけだが、気分は上官。俺レディ、手を振り上げる。あ、やあ、俺ファイヤー、振り下ろす。あ、ファイヤースパーンと小気味よい破裂音がして、あ、いやっはーとご満悦のアメリカ。そして一瞬にして地に伏せて頭を抱えるフランスとイギリス。銃社会の反射神経を垣間見た気分だった。俺ソーリー、あ、キャッハー。とりあえず謝る俺と、もう一発紙鉄砲を撃つアメリカ。フランスラセーンスリケン、どうやら遊びだと気づき大技で反撃してくるフランスとイギリス。キャッキャウフフと3人で遊ぶごつい外人3人。ここは幼稚園か。そして一通り遊んだ後、フランスが「ねえねえ、忍者ってもういないの？」と、これもお約束？の質問をしてきた。普通に答えるのもつまらないので神妙な顔で小声になる俺。俺、世界にはいろいろな諜報部があるよね。うん、
俺、CIA とか KGB とか、名前を聞いたことがあるだろう？俺、日本にも、もちろん、存在している。しかし、君は、その部隊の名前を聞いたことがあるかい？フランス、しばらく考えた後、こんな顔になった。俺、これが、どういうことかわかるかい？無音でコクコクうなずくフランス。忍者、すげえ。本気にしてたらどうしよう。そんなこんなで夕方になると、3人が信じられないことを言い出した。お腹すいたね。ちょ、あんだけ食ったのに、もうかよ。3人は学校の友人なんかね。日本で出会ったんかね。学校の友人って言ってたよ。俺しゃぶしゃぶ食べたい。思いついたように言うイギリスと。食べてみたい。乗っかるフランス。どこかいいお店知らない？俺、ちょっと遠いけど。3人の予算を聞くと、だいぶ余裕があるようなので、食べ放題の店に連れて行くことに。まあ、今日は彼らのおかげでだいぶ楽させてもらったので、せっかくなのでリクエストに応える。車で1時間くらいのところにあるから連れてってやるかと、外人図を車に乗せる。出発しようとしたところで、ばあちゃんが、あんたら今日はどこに泊まるの？と尋ねたところ、軽トラの荷台で寝る、とワイルドな答えが返ってきた。ば、それならうちに泊まってけばいいじゃない。離れ空いてるし。いいの？ありがとう。サンキュー。ありがとう。ばあちゃんにでかい肉ゲットしてくるよ。しゃぶしゃぶを何かと勘違いしているイギリス。そんなわけで出発。そもそも、しゃぶしゃぶとは何ぞや、状態の、アメリカ、どうせ、今度こそ際物だろうと、疑心暗鬼になっている。だいたい、しゃぶしゃぶって、名前からして、うさんくさいぜ。そんなこと言われても困るが。とか言ってたくせに店に着くと、テンションの上がる3人。和風の店内や畳に、いちいちテンション上がって、店員さんも苦笑い。とりあえず、食べ放題コースとイギリスのリクエストで飲み放題もつける。酒。日本酒美味しいよ。と、フランスとアメリカに勧める。日本酒を煽るイギリス。僕は梅酒のソーダ割り。と、通な飲み方をするフランス。日本酒？酒はビールに決まってるだろ。と言いつつも、しっかり日本酒を頼んでみる、ダチョウ倶楽部のようなアメリカ。一息で飲み干すと、うまいじゃないか。ファック。なぜか切れるアメリカ。そして、お待ちかねのしゃぶしゃぶが登場。3人、やあ。酒が入って、さらに陽気になる3人。しかし、初めて見るしゃぶしゃぶにどうしたものかわからない様子。そして、アメリカが、鍋の円筒部分を指さす。わかったぞ。この筒の蒸気で肉を蒸すんだな。ドヤ顔でそういうアメリカ。何時間待てばいいんだよ。俺、これはこうやって食べるんだよ。3人、おお。普通に、しゃぶしゃぶを食っただけで歓声を浴びる俺。ちょっと恥ずかしい。そしてレッツしゃぶしゃぶ。昼間あれだけ食ったとは思えない勢いで食うわ飲むわ。うめえ。想像以上だよ。ごまだれ？も、ポン酢？も、うめえ。酒もうめえ。その横で薄い肉をつまみ、鼻で笑うアメリカ。パン？こんな薄い肉がうまいばって？冗談だろ？はいはい。完全にダチョウクラブ扱いのアメリカ。そして超予想通り。これ？肉？無言、爆食、開始。再びニヤニヤしながら、俺とフランスが感想を聞くと、まあまあだな。口の周りごまだれだらけでそんなこと言われても。しかし、ほんとよく食うので、まとめて注文。俺、肉をとりあえず、20枚。店員、はい、はい。店員さんが引いてきたので、そろそろお開きにしよう、としたところで酒を煽っていたアメリカちゃんが泣き出した。畜生。うめえ。肉も酒もうめえよ。なんだよこれ。
お前が何なんだ、どうやら泣き上戸らしい。アメリカ、お前どんだけ属性持ってんだよ。あ、肉じゃがもうめえし、もち米も超うまかったし。それからお前、お前だよ。いきなり俺を指さすアメリカ。あ、お前もお前のファミリーも超親切じゃねえか。なんなんだよ、みんな超いい人じゃん。もう日本好きだよ。アメリカが出れた。まあ落ち着けと二人になだめられながら店を出る。イギリスとフランスに抱えられながら泣くアメリカ。あ、畜生、日本好きだ。なんかこのつぶやきが妙に嬉しかったのを覚えてる。そして帰宅、離れに3人を置いて俺も就寝。翌朝、出発する3人を見送る。い、ありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。フランスに来たらぜひうちに寄ってください。あ、絶対また来るよ。ちょっと泣きそうな3人と泣いてるばあちゃん。田舎に泊まろうみたいになってきた。ば、これお土産ね。持って行って、うちで採れた野菜の詰め合わせを持たせる。ふ、ありがとうございます、と言ったところでフランスが、あ、と声を上げる。ふ、お礼に手伝ったはずなのに、その何倍ももてなされてるよ。い、本当だ、日本こえ。あ、これじゃいつまでたっても日本から帰れないぜ、なんてことを言って笑ってお別れ。来た時と同じように軽トラの荷台に乗っていく外人ズ。バイバイと手を振って彼らの旅の無事を祈る。後日、回覧板に大量の野菜を軽トラで持って行った外国人の集団が目撃されました。窃盗団かもしれないので注意してくださいとの一文が載った。彼らの名誉のために一応否定しておいた。終わり。